おはようございます。クライナー、昨日の夜何12時ぐらいかなに、なんか地震があってね、アラートで目が覚めて、なんか大地震が来ます、大地震が来ますみたいな感じだったんですよ。で、その10秒後ぐらいか、まあそんな時間経ったのはすぐぐらいですね。もうすぐこうドド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 ってなって、震度6ぐらいだったのかな。なんか結構揺れましたよ。で、俺なんかほら、こう外で寝てんじゃないですか。もうあの地面にくっついて寝てるようなもんなんでね。で、なんとエアマットレスに乗ってるんで、なおさらこう地面の上のこう、その上にエアに乗ってるんで、こう、ほよほよって揺れる、もう地面からくっついてる、なんか地球にくっついて寝てるのもね、すげえ感じましたよ。なかなか揺れたような感じですけど。で、その後はもう全然なかったけども、朝の4時なんで、準備して出発します。